皆様ごきげんよう、ゆりっぴーです。はい、ということで今回は私、何か変わった点ありませんかということで、実はちょっとしたことをしてきました。それを今回はお話ししていこうと思います。それではスタート。ちょっとね、変わってる点があるんですよ。どこかわかりますか？はい、ということで私が変わった点なんですけど、眉毛です。なんか正直ね、めっちゃビビたる差だと思うんだけど、実は先日ハリウッドブローリフトっていうのをやってきました。で、このね、ハリウッドブローリフトってどんなものかっていうと、日本人の眉毛に合わせて作られた眉毛のパーマなんです。で、なんか日本人の眉毛っていうか眉毛の毛っていうのはなんかとっちらかりやすいんだって、あちらこちら行きやすくて、毛流れをこうピシッとこう綺麗にね整えるためのパーマっていうのがこのハリウッドブローリフトっていうもので、私の悩みとしては眉毛がマジで薄いの、本当に薄いんですよ。なんかね、子供の時の写真とか見ると眉毛がマジでないの。眉毛はあるんだよ。でもね、薄いの。なんかね、すごい嫌なの。悩みなのよ。眉毛マスカラとか使っても、なんか眉毛が薄いからさ、あんまり効果を感じにくいっていうのが私はあって、要は眉毛が薄いのがコンプレックス。私、ハリウッドセレブみたいな眉毛になりたいの。眉毛だけで作る、このさ、なんていうの？眉毛？眉毛、自分の眉毛を生かした眉毛が、すごく羨ましい。すごく羨ましいの、私は。絶対無理だから、この薄眉じゃ。もう本当に無理なの。本当にどうしたってどう考えて無理なんだよ。なんと、このハリウッドブローリフトでは、そんな眉毛が薄い民でも、あの感じに近づけるっていう風に私は見たの。だから、やってみたの。はい、ということで、まあ、やってみてどうだったかっていうのと、施術どんな感じかっていうのを話していこうと思います。4分で眉毛が長くなっちゃうんだけど、やってみてどうだったかっていうのなんだけど、こんな感じです。うん、こんな感じです。ハリウッドブローリフトをするにあたって、眉毛をね、めちゃくちゃ伸ばしていきました。前の撮った動画とか、結構ね、眉毛がゲジゲジになってたりするんだよ。もう何にも処理をしないで、私は。1ヶ月、2ヶ月ぐらい放置をして、無放置帯に眉毛をね、何もいじらないでいきました。でも、ねじり側の眉毛が、ちょっと足りなかった、毛の長さが足りなかったらしくて、なんか結構必死にね、頑張ってやってもらったんだけど、こんな感じで眉毛整えたからメイクが楽ちんになりました。ちょっとこう、引いただけで、しっかりと形が整うっていうのは、すごく良いポイントかなと思います。本当にね、あれはね、眉毛が薄い人もいいと思うんだけど、眉毛が濃い人はやった方がいいと思う。あと、男の人かな。男の人は絶対良くなるよ。かっこいい眉毛になると思う。あれはね、私はね、眉毛が薄い人として言ったんだけど、眉毛が濃い人と男の人は行くと絶対眉毛変わると思う。眉毛が扱いやすくなると思います。で、実際の施術がどんな感じだったかっていうと、眉毛のハリウッドブローリフトとパリジェンヌ、まつ毛のね、パーマ。2つで1万円でやっていただきました。だから単独だと大体どっちも5000円、5000円って感じかな。2時間、3時間ぐらいかかったから、ちょっとね、何もない日に行くのがおすすめです。まあ、パーマを当ててる段階では、あんまりね、痛みとかもなく、普通にかかるんだけど、ここら辺もね、をワックスしてもらうんですよ。ペリッペリって。で、形をこう整えてもらうんだけど、そのワックスがね、ちょっと痛かったかも。あれはね、苦手な人いるかもしれない。っていう感じの痛みかな。私はね、あんまり痛みを感じにくいっていうのと、なんかね、割と耐えられるんですよ。痛みも。だけど、ワンチャンあれは苦手な人いるかも。なんかワックスをベリって後に、ピンセットで一本一本抜いて、整えてもらうんだけど、そのピンセットが、苦手な人いるかもしれないな、と思ったりしたりは、ワンチャン、しっかりこういう、ピッピッピみたいな、眉毛を目指すには、アートメイクとハリウッドブローリフトを組み合わせると、割とかっこいい眉毛に近づけるんじゃないかなと思いました。なんかね、ほんとね、眉なしの民っていうのはね、割とね、悲しいんですよ。なんか、眉毛がさ、薄いねん、とにかく。だから、温泉とか行くとさ、なんか悲しいねん。
なんだろう、眉毛だけがさ、こう、ないんだよね。お目目周りはさ、まつげパーマとかさ、あの、まつエクとかでさ、こう、はっきりしてるんだけどさ、ここだけさ、なんか薄いみたいなさ、その状態がさ、結構悲しいねんな。多分ね、眉毛が濃い人も、濃い人なりの悩みは絶対あると思うんだけど、眉毛が薄い人はね、結構ね、悲しいんです。眉毛が薄いのに、なんかゲジゲジ眉毛なの、私の眉毛って。なんかここら辺とかから生えてくるのよ。ここら辺とか。ここら辺から眉毛生えてくるの。だからさ、すっごいさ、処理が難しくて、眉毛の。なんかプロにもう任せちゃおうと思って、ちょっとね、今回ハリウッドブローリフトに挑戦しました。あれは本当にね、実際受けてみて思ったのは、あのメンズだね。メンズはあれをやると絶対いいと思う。なんか簡単なのよ、お手入れが。あと、なんかね、こう、もうパーマでこう、毛流れを作ってくれるから、メンズメイクとかで今流行ってるけど、眉毛を描かなくていいじゃん。要は、こう、整えてくれてるんだよ、もう、全部こう、綺麗に整ってるのよ。だから、なんか手を加えずとも、綺麗な状態でいるみたいな眉毛を作ってくれるから、あの、メンズにはね、マジでおすすめ。自然な感じで、かっこいい眉毛になれると思う。ね、整いすぎちゃってさ、薄くしすぎてもさ、やっぱ、難しい塩梅じゃん。特にメンズなんて。だから、その、そういうのをプロに任せると、ちょっと、BTS みたいな眉毛になれると思うので、ぜひおすすめでございます。ぜひ、メンズの皆さん、あの、ハリウッドブローリフトで調べてみてください。あ、メンズの皆さんにもおすすめしたいし、毛が濃い人にもおすすめしたいし、私のように薄眉で悩む皆さんにもおすすめしたいなと思いました。毛が濃い人向けだと思ってたんですよ、どっちかっていうと。毛が濃いから、かっこよく整うんでしょって思ってたんだけど、あの、たまたまね、TikTok で流れてきた動画で、薄い眉毛の人がすごいなんか綺麗やね、整ってるのを見て今回行ったんだけど、本当にね、薄い眉毛の人ちょっとやるとね、なんかちょっぴり悩みが解消されると思うので、ぜひね、あの、行ってみてください。はい、ということで今回はハリウッドブローリフト受けてきたよーっていう感じの動画を作っていきました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。